じめにこの部屋では食べ物を食べちゃダメです。飲み物もダメ、タバコもダメですよ。フラッシュ撮影もダメ、驚いちゃうからね。サンキューみんな。さあ子供も大人もみんな一緒におーいクラッシュって大きな声で呼びましょう。せーの、おお、こいつはすげえ、こんなにたくさん人がいるぜ。いやみんな、こんにちは。こんにちは。すげえ、お前たち最高だぜ。おお、ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶ちゃんと知らないやつ、こっちの前で見つけたぜ。前から4列目で通路から3番目の白い甲羅の大人の男性だ。こんにちは。おお、落ち着け。まず普通の挨拶しようね。こんにちは。こんにちは。名前は何て言うんだ。名前です。ん、名前かな、合ってる。はい、クールな響きじゃないか。よし、名前じゃあカメの挨拶やってみようぜ。俺が最高だぜって言ったら、君は両方のヒレ高く上げてうおーって言うな。固まってる場合じゃないぜ。お前、その隣のお嬢ちゃん、君のお子さんか。そうですね、そうです。かっこいいところ見せてやろうぜ。行くぜ、名前最高だぜ。頑張った、みんな彼に拍手しようぜ。お前、あえて力を抜いたところに余裕を感じたぜ。ありがとな。よし、次は誰と話をしてみようかな。そうだな、じゃあ次はこっちの前にしようかな。前から3列目で一番通路側に座ってるお嬢ちゃんがいるだろう。ちょっと話してみたいな。こんにちは。こんにちは。名前はなんて言うんだ。ミリです。ミリ、よろしくな。じゃあミリにちょっと聞きたいことがあるんだ。今日さ、どこから来たんだ。埼玉。埼玉、すげー、知らないけど。じゃあさ、今日は誰と一緒に来たんだ。お母さんとお父さんとお姉ちゃんです。お、家族で来てくれたんだな。じゃあ一緒に来てくれたお父さんとお母さんとお姉ちゃん、どこにいるの。ひれ上げて教えてくれ。そうだよな、すぐ近くだよな。じゃあお母さんとちょっと話してみようかな。お母さん、こんにちは。こんにちは。名前は。中田です。中田、よろしくな。じゃあさ、お母さんである中田にも聞きたいことあるんだ。まあ、お姉ちゃんからいろいろ質問をされた経験ってあるかい。あります。そうか、俺の息子のスクワートもそうなんだ。俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。教えてくれてありがとな。ミリとお姉ちゃんもありがとな。お父さん、ごめんな。いや、実はさっきもスクワートに聞かれたんだ。ねえパパ、なんで人間はあんなに僕たちと違うのって。俺はこう答えたんだ。わかんねえ。だからさ、今日は俺に人間のこと教えてくれないか。協力してくれるなら、はーいって言ってくれ。せーの、はーい。お前たち最高だぜ。名前ちゃんとついてこいよ。よし、じゃあスクワットからの最初の質問だ。ねえパパ、人間は何を食べるの。だってさ、この中で食べる人いるかい。いたらひれ上げてくれ。どうだーい。半分以上食べないんだな。動けんのか。じゃあガイドさん、こっちの後ろにしよう。一番前で通路から4番目、頭に2枚貝みたいな乗っかってる彼女、そう、ひれ上げてくれてたんだ。こんにちは。こんにちは。名前は。ともこです。ともこ、よ
しくな。なともこ、君の大好物ってなんだい？カレーです。カレー？おお、それどんな食べ物？辛い食べ物です。説明ざっくりすぎだろ。なんか面白いもん食べてんだな。いや、俺さ、この下の海藻をよく食べるんだ。わかめ、海苔、昆布、わかめ、海苔、昆布、こうやってバランスよく三角に食べるんだぜ。そしたらこんだけでかくなったってわけさ。なともこ、俺の体重今何キロあると思う？80キロぐらい。ガリガリじゃないか。俺今300キロあるらしいんだよ。だから君はそのカレーってやつをさ、いっぱい食べて300キロ目指してくるな。お前たち最高だぞ。よし、今度はみんなの番だ。俺に質問あるやついるかい？いたら切り上げてくれ。何でもいいぜ。よし、こっちの前から行こう。一番前で一番通路側のお嬢ちゃんだら、すげえ元気に切り上げてくれた。こんにちは。こんにちは。名前は？ソラかな、合ってる？お、よろしくな。聞きたいこと、なんだい？好きな色は何？好きな色、素敵な質問だ。俺の好きな色、せっかくだからちょっとクイズにしてみようかな。さっきも言ったけどさ、俺この下の海藻が大好きなんだけど、俺の大好きな海藻は緑色。そればっかり食べてる俺の体も緑色。っていうことは、俺の好きな色なんだ？緑。黒。そこの子、騙されるな。緑で正解。なんか言うなよ。いや、その通り、緑で大正解だぞ。みんな正解したお嬢ちゃんに大きな拍手だ。お前たち最高だぜ。よし、他に質問あるかい？後ろの大人でもいいぜ。遠慮すんなよ、ひれ上げて。そうだな、じゃあ次はどうしようかな。今度はこっちの後ろに行ってみよう。お、前から3列目一番端だな。黒っぽい甲羅で頭になんだろ、やっぱり二枚貝みたいのついてる彼女だな。入れ上げてくれた。二枚貝流行ってんだな。こんにちは。こんにちは。名前は？クレハです。よろしくな。質問なんだい？私のこと好きですか？初対面だぞ。そうや、でももちろん普通なんだろうな。恋愛感情の好きとかじゃなく、もちろん人間として君のこと好きになれそうな気がするな。じゃあさ、クレハは俺のこと好き？好き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 だよ。そんな何回言われてるんですか？なんか傷つくじゃないか。いや、いいぜいいぜ。まあそうだな、じゃあ俺たちまず友達から始めないかい？それでどうだ？なんか無理やり言わせてる感が。いや、いいぜいいぜ。いや、でも君ユニークなやつなんだな。そういうやつと話せて嬉しいぜ。ありがとな。お前たち最高だぜ。よーし、他に質問あるかい？何でもいいぜ。どうした、クラゲロイド？クラッシュ、今逃げてきたとこなんだよ。亀倉饅頭から。あれ面白いじゃないか。え？よし、みんなで亀倉饅頭って言ってみよう。せーの、亀倉饅頭。もうやめてくれ、その亀倉饅頭。亀倉饅頭をされてなくな。亀倉饅頭。よし、二人で遊びていいぞ。もうクラッシュのせいだよ。ん？俺がなんかしたか？カメクラ饅頭だよ。あ、いいかな。カメクラだけはやめて。カメクラ饅頭、カメクラ饅頭、カメクラ。お前たち最高だぞ。よし、他に質問あるかい？何でもいいぜ、遠慮すんなよ、ひれ上げて。そうだな、じゃあ次はこっちの後ろに行こうかな。前から3列目、通路から3番目だな。赤っぽい甲羅の彼女だ。ひれ上げてくれさ。こんにちは。こんにちは。名前は？ヤギです。ヤギ、よろしくな。質問なんだい？私は明日仕事っていうものをしに行くんですけど、クラッシュは明日何をするんですか？泳いでるな。
くる。ああごめんごめん、仕事ってやつ、ヤギの仕事ってのは何をしてるんだい。社会のためになることを頑張ってやってます。なんかわかんないけどすげえいいことしてるんだな。大変なのかもしんないけど頑張れよ、応援するぜ。みんなヤギに応援の拍手だ。お前たち最高だ。なんだこの音、ハイドラゴン壊れたか。ハロー、ハロー、なんだメリーだったのか。あいつのエコロケーションってクールなんだよな。人間もできんのかな。そうだ、あいつにやってもらおう。名前、君の出番だ。君もエコロケーションで俺のヒレが何本分かってるか当ててくれ。じゃあまず両方のヒレを頭の横に持ってきて。両方のヒレ頭の横だ。そうそう、で目閉じるんだ。いいかい、俺がいいって言うまで開けちゃダメだぞ。あ、お嬢ちゃん、パパが目開けてないかちゃんとチェックしておいてくれ。そしたらウフーだ。いくぞ、せーの。名前が言うんだぞ。もっと大きく。よし、みんなもテスト、せーの。みんなありがとう、静かにしてくれ。名前まだ目開けるな。じゃあ名前、俺が挙げてるヒレ何本だ。2本。はあ、名前目開けてみろ。大正解だ。みんな彼に拍手しようぜ。お前たち最高だぜ。パパパパ、海流に乗ってサーフィンしようよ。おっと待ってな、ここにいるみんながお前の質問に答えてくれたんだぞ。すごーい。だろ、お前たち最高だぜ。うおー、みんなうまい。さあ家族が呼んでる。今日はみんなと話せてすげー楽しかったぞ。お前たち最高だぞ。ありがとうな、楽しかったぜ。また話そう。